質問は、我を崩すにはどうしたらいいか。ね、まず我ってどこに一番つくと思います？どこに、我はどこにつく？そう、我はどこにつくか。我っていうのはですよ、まず変化しないものなんです、それ変化しないと思ってるだけですよね。そう、変化しないと思ってるだけっていうことは、当然見てない、ね、持ってるけど見てないの、物につくわけですよね、がっていうのは。物につく、そうそう、使ってるもの、だから見てないものっていうことは使ってないもの、につく。こうやっていくと正になっていく。もちろんです、正義です。なんかそれだとね、なんか最初に戻った感じですね。いやいや、だから大体その取り組むべきことは変わらないってことなんですよ、何を聞いても。そうですか、そしたらさっきのように空間を作れってことと一緒ですかね。いや、空間を作れじゃないですよ、これは具体的に捨てなさいってことです。物、はい、使ってないものを捨てなさいってことです。がっていうのはね、自分が自分のことをどうイメージしているかってことなんですよ、ね、使ってないものはなんで捨てないのかって言ったら、それはその自分のイメージしている自分にとって必要なものだからなんです。じゃあ着てない服がそれに必要だと思ってる。そう、だって本当に自分にはいらないってことは捨てるじゃないですか。それがね、そのやっぱりいつか着るかもとか思う。そう、いつか着るかも、自分のイメージしている自分にとってはその服が着るんです。なんかこの今のこの会話も初期の頃に戻ったような感じ。全然何も進んでないんだし、最初の頃ね、よくそういうこと言われて、だから自分のイメージしている自分にとって必要なんです。でも現実の自分は着てないんですよ、ほとんど。着てないよね、その2年ぐらい着てないけど、結局1回に関しては着てないのにありますもんね。そう。でもそれ相当なんていうかな、こう覚悟がないと捨てれない。やっぱり進行を進むことが大事ですよね。やっぱりね、仏法は本当整理から始まるんですよ。何度も言うように仏法って出家の教えなんですよ。出家っていうのは本当に現実世界に対するとらわれから離れて心の世界に入っていく教えなんですよ、仏法って。でも物を買って使ってないのに捨てないと、本当現実世界に対するとらわれが離れられないんです。じゃあ捨て、現実世界に対するとらわれって結局そのさっきも言いましたけど、どんな風に見られてるかとか、そういう。そう。じゃあその使ってないものを捨てたりすることで、そういうとらわれも少なく。少なくなる。もうなんか本当に自分の行動が、ね、どう見られてるかばっかり気にしてるような気がすることが多いので。どう見られてるかにとらわれるってことはね、
自分自身は自分でね、自分自身ってどんな人かっていうことが分かってないからなんですよ。分かっていたらよく見られても、でもそれって自分のイメージしてる自分ね、自分が本当に分かっていたらそれと違うからね、白々しくなるんです。で、悪く見られたとしても、でも自分はこういう人間だからっていうことで気にならないんです。じゃあよく見られてうぬぼれたり、悪く見られて落ち込んだりすることがなく、そう、だって自分はこういう人間だって分かってるから。自分はこういう人間だというのはないんですか。そう、ないのはそれは分からないからなんですよ。その自分の使っているものだけになった時に、それが自分だから、今使ってないものも全部こう合わさってるから見えないんです、そうかな。そうです。いや本当にね、整理したらすっごい変わります。じゃあ やろうかなと思いますけど、なんか失敗してたら辛そうな感じがする。それは辛いですよ。辛いっていうのは自分のイメージしている自分は何だったんだろうってなりますから。その自分のイメージしている自分があってね、それを守るためにものすごい時間を費やしてるんです。それってすごくくだらないっていうか。そうなんです。ないそう、それが整理してみるとね、本当に何やってたんだろうってなる、自分の人生。だから本当に仏法って整理から始まるんですよ。整理をしないと本当に現実世界に対するとらわれから離れられないんです。心の世界に目を向けていかなくちゃいけないんですよ。心の世界にね。つまり心の種まきが心の世界を生み出していくっていう、それが分かって初めて自分の心の世界を幸せにするために良い心を起こしていこうと思うわけ。でも現実世界に対するとらわれがあったら、現実世界でよく見られるために頑張っちゃうんです。そう、今そうなってるよね。そのずっと聞いてきたけど、やっぱそこは変わらない。だからそこに対するとらわれから離れるためには整理をするしかない。使ってるものだけにする。出家なんです。出家。在家なんだけど出家のような生活が必要なんです。そしたら、まあ、できるかどうか分かりませんが、一気に捨ててもいいんですか。はい、できないかもしれない。本当に変わります。本当に変わります。整理をするともう見えてる世界が変わります。本当に今まですごく魅力的に思えたものが色褪せてきます。整理をすると何が分かるかって、最後は全部置いていくってことが分かるんです。はい、はい、もうありがとうございます。